北岡田館郵便局は、愛知県知多市岡田座中谷八にある郵便局。1902年に竣工した木造2階建ての洋風建築である。現役の郵便局者としては、愛知県最古であり、登録有形文化財に登録されている。1899年、北郡岡田村の井又部は、北郡横須賀町にある横須賀郵便局の郵便受取所として、 別の民家に岡田郵便受取所を開設した。1902年10月1日にこの建物で業務開始し、1903年12月5日には岡田郵便局に改称した。昭和前期には建物の改修工事が行われている。1955年8月16日には千田郵便局に改称した。1966年2月には別の場所に、 下郵便局の局舎が移転し、この建物は郵便局としては閉鎖された。建物は初代局長を務めた井池が所有しており、一時的に家具店として、また八百屋の倉庫として使用された。1992年にこの建物を取り壊す話が浮上した際には、地元住民の間から、建物の保存と郵便局の営業再開を期待する、声が上がったため、 1993年7月1日に、下岡田間郵便局として、業務を再開した。このことをきっかけとして、1994年には、岡田町並保存会が結成されている。2012年9月には、国の登録有形文化財に登録することが、文部科学大臣に答申され、2013年3月29日付で、登録された。 下主発の登録有形文化財である。2018年5月21日には、下岡田館郵便局に強盗が押し入り、局長に対して金銭を要求したが、消火剤を撒いた上で何も取らずに逃走した。寄せ棟作り、三河はラブキ、木造2階建ての洋風建築である。2階はもともと宿直室だった。1階の半分は、 関遊便局として、もう半分は観光案内所を兼ねた、岡田町並保存会の事務局として使用されている。ありがとうございます。